に着いたようですな、八神氏。今どうなってる？ RK は動き出してるか？ええ、それと先ほどからネットにある写真が出回り出しています。おそらく桑名さんが意図的に流した写真かと。今そちらの端末に送りました。待ってくれ。これは河合信也、その死体か？そうです。画像データに含まれている情報から、撮影されたのが数分前であることと撮影地点の緯度と経度が分かりました。横浜の海沿いにある倉庫会社です。所有者はセイレーンのマスターと同じ名義でした。セイレーン？倉庫の場所を教えてくれ。いえ、今杉浦氏が車でそちらに向かっています。海藤さんと東さんも。矢上氏は伊勢崎ロードを抜けて鶴亀街道に出てください。わかった。いつも助かるよ、つくも。カムロ町では矢上氏に鍛えられましたから。こちらターボ。チッ、RK か。いつも数だけは揃えてきやがる。僕らを桑名さんとこに行かせたくないってこと？こっちの動きはお見通しってわけだ。もう人目があってもお構いなしって感じだな。何あそこ、ちょっとヤバくない？警察呼ぶ？海藤さん、あんま時間ないんだ。いつもより薪で頼むよ。おい、急いでんだとよ。ぼさっと突っ立ってねえで来いや。Yeah!
この4人動くな。肝心な時いないで面倒な時に来るんだよな。あいつらも公安の差し金か。さあね、どの道構ってる暇はないんだけど。おい、大丈夫だ。そいつらは俺が知ってる。鍋さん。こっちは三越場の件で江原を調べられることになったぜ。お前らこんなとこで何やってんだ。桑名がまずいことになってんです。警察にも応援頼めますか。まずいってなんだよ。下がっててください。こいつらは我々で取り調べます。それは後で。人が殺されるかもしれないんだ。黙れ。なあ、こいつらの身元は分かってんだ。ここは俺が補助するから。何すんだ。そっちこそ邪魔をするな。お前、所属と名前は。こっちはあんたよりずっと上の指示で動いてんだ。いいから引っ込んで。刑事が警官にわっぱかけられたらもう終わりだぞ。誰の指示がありゃ刑事殴れるんだ。なんか妙な雲行きじゃねえか。全員手を挙げて車の方向け。早くしろ。あれ、八神さんじゃん。こんなとこで何やってんの。まっつん、あかね。おい、これだ。ちょっと、なんだよ。いや、皆さん、警察が友達のスマホを奪おうとしてます。これって許されるんでしょうか。ナイス杉浦、車だ。オッケー。やめろ。誰か、おまわりさんが触ってくる。やるじゃねえか、あいつら。行くよ。おい、おっと。テッソ。RK と警官以外は味方みてえだな。ああ。よし、クアナのとこに急いでくれ。了解。分かってますって。つくも、倉庫に着いた。そっちから見える。いいえ、見えますぞ、八神氏。こちらは RK がそこら中にいるという状況です。相馬は姿は確認できてません。桑名さんもまだです。そっか、倉庫に入っていった RK の人数はざっと100人ほど。 100？ とにかく倉庫が広いもので、その100人が河合の死体を探し回ってるようです。まだ運び出された様子はありません。つくも君、車は倉庫のどこにつけたらいい？敵はもう皆さんに気づいて待ち構えています。どこから行ってもお出迎えは避けられません。ってことは正面から堂々と行けってことだ。始めようか。なんか前にもこのメンバーで似たようなことがあったな。血が騒ぎますね。生きてるって感じがしますよ。東さん、どんだけカムロ町で退屈してたの。行くぞ。